いいものを見つけたよ。今熱いホームセンターです。そういう視線で見てしまうよね。いろんな商品コンチェシークのものにしか見えない。ロックキュッパーでございます。あら、お安い。じゃあレイさんのチャンネル登録も。すげえドヤ顔しちゃった今。いいものを見つけたよ、カインズホーム。名前出しちゃうんだ。カインズホームです。そうですね、はい、ね、まあ、カインズホーム、わからない方もいるかもしれない、いるかもしれない、うん、今熱いホームセンターです。もうずっと言ってたもんね、うん、カインズホーム行きたい、カインズホーム行きたいって言ってですね。そう、ね、やっぱりね、そういうとこ行ってもね、うん、どうしてもね、何見てもね。そういう視線で見てしまうよね。いろんな商品を。コンチェシークのものにしか見えない。だから歩いててさ、うん、今日話したけど、コンテナ持ってる人は、うん、あれは兜の産卵セットかなとか、マット入れるかなとか、そういう風にしか見えないよね。ですね、うん。見えないですね。ね、本当それ思う、うん。だからね、楽しい。本当楽しくて、時間が許すならもっと行きたかったよね。そう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 。いつもはなんか100均で買えるみたいな感じですけど、今回はちょっとホームセンターでね、お買い物してきて、そう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 、ちょっとなんかテンション上がるような感じのものも買ってきてますので、うん、うん、これ1時間半ぐらいいたかな。もっといたよ。もっと2時間、うん。でも足りないぐらい楽しかったね。ただ自己満の部分もありますけど、そうそうそう、個人的にね、うん、昆虫飼育にいいなっていう思ったものを買ってきました。購入品を紹介、ね、うん、はい、カインズホームさんオンラインショップとかもやってるんで、もし同じものがいいなと思ったら、ね、そう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 、ぜひ見ていただければ、うん、買え、ね、もしかしたらオンラインショップにあるかもしれないんで、うんうん、なかったらごめん。ですね。そうそう、早速見ていきましょうか、紹介していきましょう、購入品を、はい、それではレッツゴー、やるよー、じゃん。まずは一つ目ですね、はい、これはもう自己満以外何物でもない。そう。本当にね、うん、じゃあ見せますよ、はい、こちらです。黒のコンテナ。意外と売ってないのよ、黒のコンテナって、ね、そうだね、そう。でカインズさん結構シンプルだったり、うん、色合いがナチュラルだったり、そういうものがねすごい増えてるんでね、もうしかもこれね、全然トラ君にはね無反応っていうか評価なかったけど、見てここでね、長さ測れちゃうよ、クワガタの。ほら、ほんまや、カブトも測れるよ、めっちゃあるから、ほら172、もう500まで測れる。ねえ、何でもいいんですよ、別にコンテナとか別に混ぜたりして、いいんだけど、できるだけそのね、昆虫飼育してても家の中をちょっとシンプルに、そう、黒ベースでね、そう仕上げられたらなみたいな、っていう自己満の世界です。ね、いろんな水色とか緑とかグレーとかいっぱいになっちゃうとごちゃごちゃしちゃうかなっていうことで、うん、ちょっと開けてみましょうか。開けてこういう感じで、これ何リットルのやつだったっけ。40なんかな、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいよ、ピカピカや、うん、ね、そうや、黒見た瞬間テンション上がっちゃったよね。これもこれ、あーって言って、うわーって言って、2人でもうくるくる回す。そうだからね。2個買っちゃいました。これいくらだっけ、ギリ2000円いかない、1キュッパ。あー、黒だとマットちょっとね、クロスチマットだと見にくいんじゃないかとか、まあそういう意見は受け付けませんので。まあ趣味なんでね、いかにこうテンションを上げてやるかなんで、そう自分たちが、うん、楽しくね、そうテンション上げるために、そうこれは買いましたね、買いましたね、これはね完全にそうだね、そう本当により良い昆虫飼育ライフのために、そう
はい、じゃあこれがまず一つ目です。一つ目でした。はい、では二つ目。あ、これも定番ですね。定番の普通に、うん、あの買い物をした感じ、うん、いつも買ってるものですが、うん、じゃじゃーん、ね、1キロの水苔、まあ、そうだね、うん、ホームセンターといえばだね、これは。そう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 、まあ、あとこれが半分もないぐらいになっちゃったから、うん、そうそうそう、ストックに。これはね、本当にいろんな使用用途があるんでね。そうなのよ。そう、コフキ系のね、サウナセットにも使うし、新生虫の管理もいつもこれだし、うん、ちっちゃいクワガタとかの産卵セットの転倒防止とかにも、ね、うん、あ、そう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 、転倒防止もね使えるからね、うん、もうこれ結構これ本当めっちゃ使ってるね。ね、うん、そう、水苔、これは1キュッパーだっけ、これも1キュッパーだね。うん、うん、ふやけるからね、ウェールワカメみたいにちょっと膨らむ、膨らむ、まあ、若干、うん、そうだね、うん、ギュッてなってるからね。これはもう必須ですね。必須、今のうちには必須の、うん、アイテムです。ですね。はい。じゃあこんな感じで。はい。はい、オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。続きまして。次はね、あんまりまこさんは。トラがめっちゃ押すんや。何回も最初見た瞬間すごいテンション上がってて、おーそうかみたいな、私は結構うーんそんなにいいかみたいな、まあ、これまで自己満ですので。そう、え、だってこれこうやってな、あ、見せるわもう、うん、うん、そうだね。うん、いくよ、じゃじゃーん。おしゃれなスコップ。そう、機能とかそういう問題じゃない、ここの曲がり具合とかおしゃれで、ここで金で、でこれがレザーでっていうのをめっちゃ押された。そう、うん、そうなんですよ。 でもね、ここのね、このなんていうの見えるかな、このカーブ具合、うん、これめっちゃいいと思う。ボトルに入れる時とかに結構、ね、うん、この先がね尖ってないんでね、あのさっきあった黒いケースもね、ケースも傷つけない。そう、めちゃめちゃかっこいいなと思って。確かにね、こう飾ってあって、おーレザーで、うん、確かにいいね。でもスコップ今あるし、スコップ2つあるのよ今。いや、スコップどこ行ったどこ行ったってなるやん。まあ大体入ってんだけど。そうそうそう、だからそこはどっかに引っ掛けとけるというね。あ、でもいいねそれ、うん、うん、確かに。で、めっちゃかっこいいんだけど、よく見るとここになんかお花の模様が入ってたから、私はこうもっとシンプルな感じが好きだから、うん、うん、そのグッと来る決め手にはならなかったんだけど。そうか、そう。でも見てくださいこれ、ん、測れますよ。何に、5ミリ、あ、じゃあ50ミリ、あ、いいじゃん。ここに乗せて。あ、いいじゃん。そう、もう100ミリまでパラワンぐらい、そう、測れるから。ね、でもほんとこの形かっこいいよね。そう、うん、だからね、これもね完全に自己満。これはね、そんな高くないでしょ。高くなかったけど、100均とかと比べるとやっぱり高いけど、うん、G ショベル 6キュッパーでございます。あら、お安い。それでテンションが上がるのであれば。そうなんだよ。そう、本当にそうやって楽しんでいくためのものだったら全然いいと思う。そう、うん、これかっこいいなって思った方はね。何、グッドボタン。はい、じゃあ次行こうか。ヨネション TV。 はい、次。まだ買ってます、うん、次は、じゃじゃーん、これ、あのね、ちょうどねレイさんがツイートしてて、ね、で、何買いに行ったんですかって聞いたのよ、うん、そしたら、これね、そう、じゃあ、レイさんのチャンネル登録もお願いします、うん、ツイッターもフォロー、うん、あのよかったら。これ外からだとあんまり見づらいと思う、うん、あ、そう、じゃあちょっと切る、うん、これはね、産卵セットとかの転倒防止とか生態管理の、そうだね、水苔の中に1個入れといてあげてもいいかな、使ってるやつ、足場としてね。そうそうそう、なんだけどこれね、うん、うん、あ、すごい、なんか森の香りがする。ちょっとほんと、なんかあの
わかる？うん、なんかそういう木の匂いだね。なんかボタニカルリフレッシュな、何なんかあるじゃん。何ボタニカル？エアフレッシュな、なんだっけ、いい香りってことよ。うん、すごいいい香り。ちょっと嗅いでみて。ちょ、マジマジマジだ。本当に。あー、わかるよ。わかる？あ、好きこれ。うん、こんな香りしたんだ、初めて知った。スキピ、スキピ、うるさいわ。言うからいい香り、ね、これこのサイズでそんな、そう、こんだけ入って、これすごい入ってるよ。めちゃくちゃ入ってるよ。10リットル、めっちゃ開けた。ほら、ね、これはね、デコバーク S10リットル、89%、うん、めっちゃ安いね。うん、もうこれ1個買ったけど当分いらないもんね。うん、いろいろこれも使用用途あるかなと思うので、うん、もっとちっちゃいサイズもあった。うん、うん、はい、じゃあ次いきますか。はい、ちょっと長く語っちゃった、いい香りしたから、うん、これで最後なんだけど、うん、あのお店で全然ノーマークだったんだよ、私は。あー、ノーマークだったんだけど、なんかテスターじゃないけどそういうのがあって、うん、ちょっとやってみたら、なんじゃこれやってなって、うん、でちょっとトラクンって言ってやらせたっていう。買えそう、めっちゃいいよってなって買ったやつなんですけど、こちらです。うーちゃんマイクロミスト、カインズ、マイクロミスト、カインズ専用なんだね、これね。プライベートブランド、プライベートブランドがね。噴射飛距離70センチだって。これちょっとね、見てほしい。水入れてやっちゃうか。そうだね、うん、何かというと、そう霧吹き。そうなんですよ。そう、ちょっと水入れるね。うん、入れてきてください。はい、お水入れてきました。いや、見た目もスタイリッシュ的でしょ。かっこいいね。そう、ほんでこれ園芸用のコーナーにあったんだよ、あの、うんうんうん、よくさ観葉植物とかにお水あげるよみたいな、うんうんうん、ほんでほい、じゃあこの中にシュッとするとする、いくよ。あ、ちょ、最初は電か。最初は電ね。来た、ほら、上に巻いた。すごくない？めっちゃ行くんだよこれ。ね。そうなんだよ。こ、気持ちよくて押すのが。ね。めっちゃ気持ちいいのよ。そう、これはね、ちょっと触った人しかわからないから。これ本当はちょっと伝わりにくいとは思うんだけど、もしカインズホームに行ったら、あると思うんでですさ、やってみてほしい。この気持ちよさ、快適これ。最高なのよこれ。すごい出るもんね。一回でこんな出るんだよ、うん。途中で押してもいい。うん、途中で止めてもいい。こうもできるし、こうもできるみたいな。めっちゃ気持ちいいこれ。だからこれあのね、整体とかのね、うん、あのちょっと、そうそう、あの乾燥してきたなっていう時に、そう。表面乾いちゃったなとかいう時に使おうかなと思って。うんうん、でこの細かい霧。分かりづらいな、こりゃな。こうすれば、うん、そうなのよ。これはね、マイクロミスト880円でした。うん、そう、これは気持ちいい。買いだね。これはね、このまま観葉植物にもあげたいと思う、私は。うん、最高よ。やりたくなるよね。じゃあこれ比べると、うん、これなんかもう壊れてきてんのよ、ちょっと、うん、あの使いすぎて、だから、うん、こんな感じなのよ、うん、今、うん、1回で。すげえドヤ顔しちゃった今。もう全然違うもん、ほら、ね、うん、そうで細かいからね。そう、ごめんね、ちょっとめっちゃ喋っちゃったわ。よかったらこれぜひ、うん、加水もね、うん、楽しく、うん、これめっちゃテンションが、テンション上がるからね。そうそういうの大切ですから。そうなのよ、うん、すっごい上がるわこれ。明日の朝観葉植物に焼酎ビジヨネちゃん TV。 NG 集、ちょっと綺麗に見せようと思って立てたんやけど軽いよねこれね、うん、はい、
こんな感じで今回は購入してきましたね。ですね。うん。いろいろカインさんおしゃれな感じだったね。そう、日用品とかも、トイレットペーパーとかそういうのもすごいシンプルでおしゃれなのがいっぱいあるから、ね、ちょっとテーマパーク的な感覚で私たちはわー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 言いながら確かに、うん、楽しかったね、うん、またねちょっとたったまた昆虫飼育用品を見に。そうですね、うん、でまあ多分皆さんもホームセンターよく行かれると思うんですけど、うん、こんなの使えるよとかね。あ、そうだね、教えてほしい。そう、教えてもらいたいね。うん、うん、ぜひぜひ教えてほしい。コメント欄の方おすすめなのがあったら、うん、うん、まあ100均は100均でね、まあ、パッと揃えれるで安いっていうところでいいけど、うん、これはちょっとテンション上がるから使ってみてくださいっていうのを教えていただけるとね、うんうんうん、あ、そうだね、そうだね、うん、うん、それがいいね。嬉しい。うん、今日はこんな感じで、はい、はい、おしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。明日からも楽しくやれるぞ。イエーイ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。